あちら岡場駅前、アリの中町、神戸市北区アリの中町、積水ハウス不動産関西というところなんですけども、こちらの、自転車も、まあ、金属回収地点ということで、もうサビサビになって、もうほったらかしになってますね。住まれてる方がいらっしゃるかどうか、まあ、そこの1台だけ綺麗なのがあるので、多分それは所有者の方がいらっしゃるんじゃないですか。もうあとはもう、ご覧の通りですから。やっぱり誰かがこう、伝達しなかったら無理ですね。だから、街中の至るところで僕のような人間がいなかったら無理ですね。これずっとほったらかしになります。